こんにちは、ミニマリストユミニャとトイプードルのジャスミンです。本日はいろいろなものを手放してきた私が、ものを手放すことで新しくどんな体験が入ってきたのかというお話をしていきたいと思います。この動画を見ればミニマリストになることで我慢する生活ではなくて、新しくいろんなものが手に入って幸せになるんだよっていうことがわかると思いますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。このチャンネルではミニマリストで節約や趣味の私が、皆さんの生活がちょこっと幸せになるようなテクニックを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして見ていただけると嬉しいです。またいつもコメントをくださる皆様、本当にありがとうございます。皆さんのコメントが次の動画を作る糧になっています。よければ皆さんも物を捨ててみて、こんないい体験があったよとかっていうのを書き込んでもらえると嬉しいです。それでは本題いってみましょう。私は実家に住んでた時は4畳半の自分の部屋を持ってたんですけど、ものすごく物が多かったんですよね。4畳半の部屋の中に一人用のこたつとソファーと勉強机と椅子と、あとはテレビラックが天井まであるものと、あとは化粧台と、なんかあといろいろありましたね。ぎゅうぎゅうでした。もちろんちょっとそこでは寝るスペースはなかったんですけど、4畳半の小さい部屋にいろんなものが入ってました。しかも実家だから小さい頃から住んでたので、それでも物が入りきらなかったので、ベランダになんかコンテナとか置いて、そこに昔リカちゃん人形とかジェニーちゃん人形とかバービーとか好きだったんで、それが200体ぐらい集めたものがあって、それを入れたりとかしていました。なので小さい頃本当に物が多かったです。皆さんも実家だともしかしたら物が昔多かったっていうのがあるかもしれないですよね。でその後社会人になって一人暮らしをするようになって、最初は少なかったんですけど、これもやっぱりだんだん物が増えていって、で途中でテレビを買い替えたら、なんか古いテレビがそのまま置いてあって、テレビが2台になったりとか、なんだかんだで物が多くなってしまいました。でそんな私が物を捨て始めたのが、テレビとかでこう断捨離っていう言葉が流行り始めた時ですね。なんかそれを見て物を私も捨ててみようかなと思って、土日に72リットルのゴミ袋を2つとか4つとか捨てるようになって、それを繰り返していったらすごく気持ちが良くて、どんどん物が捨てられるようになりました。それを何年かやってるうちに気づいたらミニマリストになっていたというわけなんですね。でそんな中でいろいろ物を減らしていって起こった変化っていうのを紹介していきたいと思います。まずは洋服から結構手放すことが多いと思うんですけど、洋服を手放して起こった変化っていうのが、今までなんとか我慢して着ていた着心地が悪い服っていうのがなくなったり、そんなに別に気に入ってるわけじゃないけどもあるから着てるみたいな服がなくなったので、すごく着心地が良くて自分が気に入ってるから精神的にも満たされるような洋服っていうのが多くなりました。毎日お気に入りを着ているっていう感じですね。あとは新しく洋服を買う時も、これが流行っているから欲しいっていう理由じゃなくて、まあ、すごくこれが気に入ったから欲しいとか、なんか客観的な価値観じゃなくて自分の中にある欲望っていうのが区別できるようになりましたね。何でも欲しいよっていう、そういう異常症状態から自分がどうして欲しいのかっていうのがクリアになって買い物できるので、買い物した時の満足度も高くなりました。まあ、そうしていくことでどんどん自分の周りにお気に入りのものが増えて幸せになっていたっていう気がします。そうして自分の洋服が変わっていくと、他人の洋服を見る視点も変わっていって、なんか素敵だなって思う人が実は流行に流されてるわけではなくて、自分の体型とか年齢とかスタイルとか顔とかにこう合ってるような洋服を着ていて、それが本人にすごく似合っていて素敵だなっていう風に見えるなってことに気づいたんですよ。そしてそういうお気に入りの服を着ている人っていうのは、その洋服とかアクセサリーとかも含めてその人のこうアイデンティティができていて、その人のこう輪郭がはっきりしてるような感じ、それを見たらもう全体でもその人だっていうのがキャラクターとして成立してるような感じになって、すごく魅力的だなっていうことに気づきました。なので自分の洋服も流行に流されていろいろ着てるっていうよりは、なんかこの服が気に入って着てることによって自分という存在がすごくクリア、輪郭線がはっきりしていくような感覚がありました。次に手放して大きい変化があったのがテレビですね。テレビが家にないっていうと、テレビがある人から言うとかなりびっくりされるんですよね。なんかかわいそうだねぐらいな感じで言われることもあるんですよ。でもテレビ
ビをなくすと気づくのが、意外とテレビがない人多いんですよね。私も手放してみて初めて気づいたんですけど、テレビない人って10人いたら3人ぐらいいる気がします。で、そういう人と今度話を深めていくようになると、そういう人って大体自分の気に入ってる映画とかその本とかたくさん読んでたりしていて、今までお笑い番組を共通言語にしていたのが、こんな素敵な本があるよねとか、あの本読んだとか、あそれそれみたいな感じで別の部分に共通言語を移っていきました。そしてそれはテレビで得られる体験のいつもの感じとは全然違うので、自分が知らない世界ですごく面白いです。私もそういう人と出会うことによって、いろいろ勉強になる本とか面白い本に出会うことができました。テレビがあることって全然そういう時間がなかったし、そういうものに興味がなかったんですけど、テレビがない人同士で出会うことで、そういった新しい世界がすごく開けてきて、また全然違う興味が湧くようになりました。ですので、そうする中で今までテレビの共通言語だった人間関係から、読書好きの人と話したりとか、そういう人と話す時って、それを読んでどういうふうに感じたのかっていう自分の思考を結構話すことが多いので、深い話をするような人との人間関係っていうのが増えていきました。そうして物を捨てていくと、物を一通り捨て終わった後に、結構古い人間関係を整理するっていうこともミニマリストの人だと多いです。私も同様にして、一通りこう物を捨ててきたら、もっと時間を作るにはどうしたらいいだろうっていうふうに考えていって、そうすると携帯でいつも通知が来ると、でそれを見て返したりとか、内容をこう漁ったりとかして時間かかっていたってところを減らしたくなるんですね。なので、こう今まで自分は見る専門だったグループを抜けたりとか、なんとなくこう自分の今の価値観、昔の価値観だったらすごい楽しかったけど今は合わないなっていう人とのその無理に関係性を作っていくことがなくなったりしました。そうやって自分が古かった価値観の時の人間関係っていうのを整理していくと、今度今の自分の考え方とかに合う人っていうのがどんどん集まってくるようになりました。先ほどテレビをなくして、その分読書の時間が増えたって話をしたんですけど、やっぱりそこの読書をしていく中でいろいろな新しい知識が入っていって、興味が広がって、そういったコミュニティとか共通の話題をしていく中で、そういった新しい人間関係が広がっていったっていう感じなんですよ。例えばお金の勉強を始めたら、その節約について一緒に語れる人とかっていうのが増えた感じです。これって、ゲームで言うところのジョブチェンジみたいな感じで、今までのジョブっていうのは、もうそれで大体行くところまで行ってるんですけど、新しくお金の勉強とか海外の勉強とかそういうのを増やしていくと、そっちのジョブにチェンジして、またレベル1からこうスキルを上げていく、その中でそのジョブの共通の仲間が増えていくみたいな感じです。これって学生の頃はよく考えたら、3年ぐらいでこう中学校が高校になってとか大学になってとか変わるじゃないですか。そのタイミングで強制的に人間関係も環境もリセットされて、新しい環境、新しい仲間と出会うことで自分がどんどん新しくなっていく、成長していく実感があったと思うんですよね。で、それがなんとなく社会人になってからは、一つの会社で同じ人間関係の中で、私なんか部署移動もあまりなかったので、ずっと停滞してた感じがあったんですね。でもそれが物を捨てることによって、環境が変わって、自分の付き合う人も変わって、で、学生時代にそうやって学校が変わっていくのと同じような感じで、自分がいる環境が変わっていって、どんどん新しく成長実感が味わえるようになりました。例えば今までだったら、なんとなく女の人だったら、20代後半ぐらいで結婚して、子供を産んでとか、そういう当たり前の予想できる範囲内の将来の中でいかに幸せに生きるかみたいな考え方だったのか、新しい世界環境友達の中にあっていくと、こう世界中を飛び回ってる冒険家の人であったりとか、すごくお金を勉強されててお金持ちの人であったりとか、保護猫活動とかそういった福祉活動で活躍されてる人とかが見えてきて、そういった充実してる人の姿を見て、自分が予想していた範囲内の幸せじゃなくて、それより外側にもいろんな幸せの形があるんだなっていうことに気づいて、すごくワクワクするようになったんですよ。自分の将来がこれぐらいだなって思ってたのが、こんなに可能性があるんだなっていうのが分かり
りました。そうしていく中で私も数年前までは働きすぎて体を壊している、いわゆる普通のサラリーマンだったのが、気づいたらこうやって YouTube をして皆さんとお話をしてるようになってたんですよ。そんな感じで自分の未来がどんどん予想の範囲外に広がっていく感じがとても面白いです。私だけじゃなくて見ている皆さんも、最近積み立て NISA を始めたよとか、断捨離して物がすごく減ったよとか、新しいことを始めたよって報告がこの1年ですごく多くなって、皆さんの変化を聞いているだけでもとても楽しいんですよね。今まで人はそんなに変わらないって思ってたし、自分もそんなに変われないって思ってたんですけど、全然そんなことないですね。みんなどんどん変わっていくんですね。というわけで本日はですね、このように物を手放してどんな変化があったか、新しくどんなものが入ってきたかっていうお話をしました。洋服を捨ててみて起こった変化とか、テレビを捨てて起こったこう話題性の変化とか、最終的にはその人間関係がどんどん変わって自分の将来も自分自身も変わってしまったよっていうお話でした。やっぱり今の環境の中で変わっていくってできることがすごく少ないので、物を捨てて環境を変えて話す人も変わるとどんどん世界が広がるので、皆さんもこれをきっかけに新しい自分に出会えたら嬉しいなと思います。というわけで本日の動画は以上になります。ぜひこの話を聞いて皆さんもいろいろ物を捨てて起こった変化をコメント欄に書き込んでもらえると参考になるので嬉しいです。この動画がいいなと思われた方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。また Twitter と最近クラブハウスも始めましたので、概要欄からぜひフォローしてみてください。クラブハウスはミニマリストユミニアンで検索すると出てきますので、ぜひ登録してください。それではバイバーイ。